自分舐めてる。ガッと消えがる。行くぜ。寝てるな。ドア。ハンディ。やる。やるの。こっち見ろ。かかってきなよ。やる気あるの。退屈な野郎だ。来いよ。やる気。どうした。仕留める。怖い。ここは任せて。容赦しない。かますぜ。相手してやる。見さらせ。打ち行くぜ。やめてくれ。心奪われるね。結構調子いいかも。さっさと来い。見せてあげる。かかってこいよ。やるじゃん。傷が深い。体が重い。恥かよ。寝てるうん、調子出ないな。容赦しない。痛いの飛んでけ。パンチ。相手してやる。容赦しないぞ。ヒッパー。打ち行くぜ。これで元通りだ。俺の番か。かかってきなよ。さあ、私の番。さっさと来い。どうした。脇が甘いな。ここは任せて。やるのかよ。見せてあげる。で、かますぜ。さあて、やるのか。見さらせ。行くぜ。退屈な野郎だ。悪く思うなよ。やる。仕留める。ご褒美だ。調子いいかも。逃がしゃしねえぞ。かかってこいよ。容赦しない。いっくれ。容赦しないぞ。必殺ハッピーバースデー。相手してやる。うわ、俺の番か。私の分。これも無駄だ。お前はこんなもんだ。見とれないでよね。
もしもし。伊達だ、キリュウ。大事な話がある。準備ができているなら。ああ、よかった。ドンピシャのタイミングだ。セレン。直にそこへ秋山がゲストを連れて行く。俺がお前に会わせたい最後。本当に。遥かなのか。遥とも一緒だ。沖縄から出てきてもらった。まだお前が生きているとは伝えてないが、あいつらもきっと喜ぶ。お前以上にな。伊達さん、あんたいつからそのつもりだった？ん？あんたの目的はずっと最終的に俺とハルカを合わせることだったんじゃねえのか。だがこいつは誰がどう見ても大道寺との約束を破ることになる。苦情があるなら後で聞く。とにかく今は後先なんか考えずセレナに行け。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。もしおじさんに会えたらどうするですか？なんでそんなことを聞くんです？秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だからもし桐生さんが生きていたら、きっと今日みたいな日にフラッと現れるのかも。はるかちゃんとはるとくんがカムロ町に来ているこんなタイミングだね。もしかして来るんですか？おじさんがここに。そうだよって言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど、もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。え？私や朝顔にいた子供たちは、おじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ、天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。みんないつもおじさんの強さに憧れて、くじけそうな時にも歯を食いしばってきました。だからおじさんに会いたいって気持ちを、私は簡単に口にすることができません。多分この先もずっと。そんな、はるかちゃん、強くなった。
娘だ。お前ら大道寺一派か。ずっと監視の目は光らせていましたよ。花輪は死んでも我々は健在です。あなたの余命がわずかであることから我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いたい？あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。約束を破ればペナルティがつく。ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。まったく困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか？そうすれば今回のことは全て水に流しますよ。お前ら伊達さんに何をした？彼のところへご案内しましょう。伊達さん！おい、大丈夫か？伊達さん！桐生一馬の名を葬る代わりに大道寺一派はあなたやあなたの近辺の脅威にならない。伊達刑事もその約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。桐生、お前なんだ伊達さん。よう、どうだった？はるかには会えたのか？よかったですね、伊達さん。桐生さんがもし沢村はるかと会っていたならこの程度では済まなかった。今頃あなた東京湾で魚の餌になっていましたよ。お前会わなかったのか？なんで？あいつはもう自分の足で立っていた。俺の出る幕じゃねえ。それが分かっただけで十分だ。あんたのおかげだよ、伊達さん。ありがとな。いくら感謝しても足りねえ。キリュウ、俺が取らせてもらう。頭を冷やしていただきましょうか。先に約束を破ったのはあなた方です。我々にそんな目を向けるのはお門違いですね。伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずかだから、最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだと。笑わせてくれますよね。あなたはもう桐生一馬ではない。これまでの人生は抹消された。約束は約束です。さあ、あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬はもう死んだとね。それが我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する？どういう意味だ？俺はハワイからずっと大道寺の任務で動いていて、
そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろう。俺を止めるには殺す覚悟がいるのにな。おい、今のが俺を殺せる最後のチャンスだった。組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。だから同情すると言ったんだ。あんたは取り返しのつかないことをしてるぞ。とんでもない間違いをしでかした。終わりだ、キル。もう怒られる覚悟は絶対か。楽しめてもらうよ。俺の番か。こんなもんだよ。どうした？やるか。おいおい、もっと楽しませてくれよ。おいおら、もっと来いや。おら来いよ。サポートする。おいおい、もっと楽しませてくれよ。くわ。シルピアルク。相手してる。もっと楽しませてくれよ。脇が甘いな。しつけの時間。容赦しないぞ。おいおい、仕上がれ。さらせ、見さらせ。シャンパン入りました。結構調子いいかも。喜んでおくか。またいい男になっちゃった。生きてるな、伊達さん。重病人のお前より先に死ねねえさ。すまねえ、あんたをこんな目に遭わせたのは全部俺のせいだ。こうなることも予想はできたはずなのに、あんたに甘いちまってはるかにも会おうとした。相手が誰だろうと自分から言い出した約束を破った。そのツケをあんたが払わされたんだ。何度も言ってる、俺が好きでやったことだ。組織には隠しきれんぞ。安心しろ、殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんなたわごとで自分を正当化できるとでも。いや、だがあいにく謝って責任を取ろうにも俺にはもう何もねえ。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。俺はもう二度と
ハルカや他の友人たちに会おうとすることも連絡を取ることもない。青龍会やパレカナの件が片付いたら春日たちの前からも姿を消す。そう誓うよ。ああ伊達さんと会うことももうない。キリュウ、今度あんたが大道寺を軽んじれば真っ先に伊達刑事が死ぬことになる。そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。まったくそんな役回りだったよ。ああご苦労なこった。手当てできるところまで送らせてもらうよ。だがあんたともこれで最後になる。この年になってまだこんな目に遭うなんてな。ああもう無理はすんなよ伊達さん。せめてお前が遥と別れを済ませてたんなら痛い目見た甲斐もあったんだがな。ふん本当にいいんだ。実際俺の気分は晴れ晴れとしているよ。子供を育てるのは独り立ちさせるためだ。ハルカや朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな、さっきセレナにいるハルカと秋山には連絡したんだ。俺は交通事故に遭ったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対またすねるぜあいつ。ああ目に浮かぶな。もう行くよ。そうか。気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってねえ。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのはだーま俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の理由じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何パーセントだ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな、確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人も会った。みんなお前の戦う背中を目に焼き付けてたろう。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。彼らはこの先もきっと
上りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたら、きっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえよ。だってさ、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺はお前を一番長いこと間近で見てきた。お前が波の男だと思ってたらこんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは諦められねえ。なんせ俺にとっちゃお前は人生で一番の親友だ。ありがとな。あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精だ。そんなもんのために戦う価値があるのか。生きてさえいれば絶対に希望はある。何が起きるかわからねえ世の中だ。お前が諦めない限り桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいな。本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろう。春日一番に力を貸しているって、あいつも手のかかる男だからな。アバよ、達者でな、伊達さん。ああ、アバよ、桐生一馬、俺の親友。Thank you.
そういえば。ものは試しだ。何を選べばいいんだ？
気分を変えるか。悪くねえな。物は試しだ。私の好みとしてはおあつらえ向きだな。いろいろ試してみよう。最近タッチパネルで注文とかさ、テレビ電話とかも未来、今は普通にスマホでできるもんね。俺はドリームキャストでテレビで。ゲームっこめ。さすがは。それはあんま関係ない。でもここまで来たらタイムマシンあったら何して。そうだな、当時の自分に言ってやりたいな。そう、せっかくのタイムマシンだぞ。じゃあその日は何に使うの。私か。そうだな。ちょっとタイムマシンで家を出る。タイムマシンの無駄づっていうか今戻りなよ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ん？あそこになんかあるな。開けてみるか。うお！泣いて謝って許しません。始めようか。やるか。どうした？さあさあ、おいでなさい。脇が甘いな。これはどうだ。てっ、ここは待たせて。容赦しない。えっ、俺の番か。こいつは重いぞ。くれ。容赦しないぞ。必殺教えてくれ。やだ。力の差を見せて。やっ、あれ、ついに。ほら、相手にならねえな。まだ強くなれるとはな。悪くない気分だぜ。まだまだ強くなれそうだ。格が上がったね。
覚悟しろよ。覚悟してよね。やるか。かかってきて。相手してやる。かかってこいよ。かかってこいよ。来なよ。舐めるなよ。脇が甘いな。しつけの時間。行くぜ。やるのか。来ない。やるのかよ。悪く思うなよ。くれ。結構調子いいかも。なめんなよ。容赦しない。えっ、かかってきなよ。かますで。恥かいて知らないから。遊んでやる。必殺打ち行くぜ。ロッツ。私の番。来なよ。相手してやる。仕留める。しつけの時間。死ぬよ。どうか見てんの。俺の番か。こいつは重いよ。状況だけはやってやるよ。まだ強くなれるとはな。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。よし。何見てやがる。肉塊にしてやる。楽しませてもらうよ。私の番。どうした貴様。何見てやがる。仕留める。しつけの時間。悪く思うなよ。くれ。ここは任せて。完成だな。ほれほれ。相手してやる。見せてあげる。それ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 。ハッピーバースデー。どうかみたいな。
私の番。ほれほれ。仕留める。気分だぜ。体を温めとかねえとな。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？よし、先に進むぞ。開けてみるか。やったぜ。おい、お前、覚悟しろよ。やってやろうぜ。私の番。かかってきなよ。手伝うぞ。容赦しないぞ。当たれ。死なよ。行くぜ。なめんなよ。来やがった。やる気あるの？こいつは重いぞ。くれ。ここは任せて。見せてあげる。やっ。はっ。離せったら。はいよ。なんだこれ。やめるなよ。どうして。どうや。なぜかかってきた。どうや。なに。やる。
容赦しない。私が癒してあげる。死なねえなと。出てきたぞ。遊んでやろうか。なめるなよ。こいつは重いぞ。立て直さないと。恨めしや。
悪く思うな。相手にならねえな。まだ強くなれるとはな。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。私の番。どうした？あ？ほっ。さあ、来なさい。来いよ。ふざけないでください。やりますか。相手してよ。止める。しつけの時間。死ぬ。ビリビリ。結構調子いい。あっち来い。どれどれ。見せてあげる。俺の番。かかってきなよ。容赦しないぞ。来いよ。やりますか。必殺。これで終わりです。ほらほら。行きます。どうしよう。ひどかったな。こっちですよ。美しい体が。かますぜ。どれあれ。見さらせ。シャンパン入りました。ここは任せて。避けるな。こっちですよ。容赦しない。これで終わりです。ビリビリする。やりづらいね。合わせるぜ。やりますか。俺の番か。容赦しないぞ。必殺。シャンパン入りました。結構調子いいかも。見せてあげる。私は癒してあげる。ねえだろ。どうした。恥かいて知らないから。見さらせ。うわっ。
ここは任せて。やったろうぜ。感知した。やるか。俺の番か。悪くない気分だぜ。悪くない気分だぜ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？ん？あそこに何かあるな。やってやる。覚悟してよね。やるか。どうした。よし、ほれほれ、騒ぎ長いな。おい、おら、仕留める。
手加減はなしだ。こいつは重いぞ。あんま見えねえぞ。ここは任せて。さて。止まんねえ。体を持て。やりづらいね。おい、目が見えねえ。つけがじゃくれえな。何も見えぬぞ。よし、せい、進む。俺の番か。
目で見てんじゃねえよ。バカにこれを思い出すのは。始めよう。これじゃ。やる。どうした。なめんなよ。仕留める。これはどうだ。やる気あるの？悪く思うな。くれ！来ない。結構調子いいかも。なめんなよ。見せてあげる。必殺！ごちそうだ！残さず食らえ！逃がしゃしねえぜ。遊んでいるんだ。せや！下がってないよ。よっしゃ！相手してやる。せや！私の番。気がかかってこか。やるのかよ。これでいい。俺の番か。遊んでいる。恥かいて知らないか。なめんなよ。こいつは重いぞ。容赦しないぞ。なんじゃ。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。ここは任せて。容赦しない。出直してこいよ。必殺！ハッピーバースデー！結構調子いいかも。見せてあげる。いっけ！私の番。買ってやるよ。いい感じ。またいい男になっちゃった、うん、すかした顔しやがって。さあ、先を急ぐ。まあ、こんなもんだ。気分を変えるか。どうだ？物は試しだ。私の好みとしては、どうだろうか。さて、どれにするか。
どちらまで行かれ。それでは。懐かしいな。ねえ、開けてみるか。いた。待ってよ、静子。あ、ごめんなさい。肩当たっちゃいましたね。いや、気にしないでくれ。すみません。静子、待って待って。もう、全然気づいてくれないんだもん、静子ってば。ごめんごめん、ミキ。あのさ、ずっと気になってたんだけど、そのキーホルダーのキャラ、何者？ああ、これ、小野道夫くん。小野道のマスコットキャラクターだよ。知らない？知らねえ。マイナーだね。確かに静子、小野道出身って言ってたもんね。なんだっけ、こういうのって。キモキャラ？違うよ、もう。ゆるキャラだよ、ゆるキャラ。私の大好きな大切なキャラクターなんだ。へえ、静子は物好きだね。そう？私、道夫君のお嫁さんになるのが夢なんだ。
手術しないと治らない病気なんだって。手術しないと道夫君のお嫁さんになれない。でも勇気がなくて怖くて。私手術受ける。痛いかもしれないけど頑張る。辛くても我慢する。しずこ勇気出すから。しずこだ。しずこ、帰る方向こっちだよね。一緒に帰ろうよ。あーごめん、今日はちょっと用事があって、カムロ町ヒルズってところに行かなきゃいけないの。そうなの？結構歩くよ。しずこ一人で大丈夫？引っ越してきてそんな経ってないし、この辺のことまだよく知らないでしょ。大丈夫だよ、地図も調べてきたし心配しないで。じゃあねミキ。うん、治安悪いから気をつけてね。じゃあね。ちゃん暇？俺らとちょっと遊ば。この辺に雰囲気のいい店あってさ。ああ、もちろんおごるよ。結構です。私もう行きますので。おっと待ちなよ、そんな釣れないこと言わないでさ。いいじゃん。そもそもこの辺をうろついてるってことはナンパ待ちだったんじゃないの？違います、迷ってしまっただけで。またまた照れ隠し？なあ、お兄さんたちと誰か助けて。てめえの汚い手で静子に触るんじゃねえ。なんだよこのおっさん。なんで私の名前を。目障りだ、さっさと消えろ。俺が本気で怒らないうちにな。やべえやつだな。おい大丈夫か、逃げるぞ。覚えてろよこのクソ親父が。ったく最近のガキは。あのありがとうございました。いや気にしないでくれ。じゃあな。あのもしかして桐生のおじさんじゃないですか？え？やっぱりそうですよね。道夫君を私に会わせてくれた桐生のおじさん。こんなところで会えるなんて。お久しぶりです。ああ久しぶりだな、しずこ。俺のこと覚えてるのか？忘れるわけないじゃないですか。私の命の恩人なんですから。恩人？はい、ずっと会いたかったんですよ、桐生さん。桐生さんにお会いできて本当に嬉しいです。ああ、俺もだ。前に会った時はあんなに小さかったのに、もうすっかり立派なお姉さんだな。いえいえ全然、まだ高校生のひよっこです。あの後手術はうまくいったのか？はい、お医者さんが頑張ってくださって、その後のリハビリもうまくいってすっかり元気になりました。それもこれも全部桐生さんのおかげですよ。俺は何もしていない。そんなことありません。手術を怖がっていた私を
道夫君に会わせてくれたじゃないですか。道夫君は私に手術に立ち向かう勇気をくれました。あの勇気がなかったら、だから桐生さんや道夫君には本当に感謝してて、でも桐生さんとは一度会っただけで、それ以外何もわからないから探せなくて、ずっと心残りだったんです。だから今日お会いできて本当に良かったです。俺もお前の手術がどうなるか心配してたんだ。こちらこそ会えてよかったぜ。でも桐生さんがまさか東京の方だったなんて思いませんでした。道理で尾道を探しても見つからないわけです。お前こそどうしてカムロ町にいるんだ。尾道から引っ越してきたのか。はい、実は私医者を目指していて、その夢のために東京の医大に強い学校に入学したんです。それをきっかけに家族で上京しました。医者か、すごいじゃないか。慣れたらですけどね。同級生もみんな頭いいし、ついていくのがやっとです。でも病気の私を救ってくれたお医者さんみたいに、私もいつか誰かの命を救えたらなって。だから一生懸命勉強して絶対に夢を叶えたいって思ってる。立派になったな静子。素敵な夢だ。お前ならきっと叶えられる。はい、もし桐生さんが病気になったとしても私が医者になって治してあげますから、なんて。ありがとうな。その時はよろしく頼む。はい。さてそろそろ行くか。お前行く場所があるんだろう。送っていくよ。はい、ありがとうございます。こんなところもう一人でほっつき歩くなよ。はい、迷っちゃって。今度からはカムロ町は一人で出歩かないようにします。そのキーホルダー、尾道夫のことまだ好きでいてくれてるんだな。もちろんですよ、道夫君と私結婚するんですから。はあ、そういえばそんなこと昔言っていたな。医者になって道夫と結婚か。なんでですか。道夫君は面白いし優しいし強いし最高の旦那さんになると思いますよ。いや、あいつはなかなか面倒なやつなんだ。頑固だし不器用だしひねくれもんだしな。桐生さん、ん、野暮なこと聞いちゃうかもしれませんけど、道夫君として私を助けてくれた人って。ここにいたのか。探したぜクソ親父。さっきの借りを返しに来たぜ。倍返しにしてやろうと思って。だ、桐生さん安心しろ静子、下がってろ。でももし怪我でもしたら。お前を守るためならちょっとの怪我くらい我慢できるさ。おいおい、どうした、もしかして逃げるのか。逃げも隠れもしねえよ。子供の前でダセえ姿見せるキャラじゃねえんだ。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。調子に後悔するなよ。やるか。おいおい、地獄を見せて相手してやる。仕留める。そこだ。処置も必要だ。効かねえぞ俺の場。叩き潰す。上がってこいや。怒られる。容赦しないぞ。どこ見てんの。やめんなよ。どうした。見さらせ。ハッピーバースデー。
ここは任せて。容赦しない。一気に私にどうぞ。スイッチ。うわっ、相手にならねえな。キリュウさん、大丈夫でしたか？ああ、この程度どうってことない。はい、キリュウさんが守ってくれたから。よかった、なら行くぞ。今日はありがとうございました。道まで教えていただいて。気にすんな、好きでやったことだ。これ今日のお礼です。受け取ってください。もしよかったらつけてくださいね。これで桐生さんとお揃いだ。いいのか、お前の大事なもんなんだろ。それ私家に50個持ってますから大丈夫です。そんなにいらねえだろう。ありがとうな。こちらこそ、キリュウさんには本当に感謝しかありません。私ダメですね、この年になってもキリュウさんに助けられてばっかり。キリュウさんに私ももっと何かしてあげられたらいいのに。静子、それは違うぞ。え？俺はお前に今日十分すぎるくらいたくさんのものを与えてもらった。あんなに小さくて手術に震えていた女の子が、そんなお前に俺がどんだけ勇気をもらえたと思ってる。キリュウさん、お前はきっと立派な医者になれる。だから頑張れよお前。俺はいつまでもお前を応援しているぜ。お前の好きな道夫君もきっと。じゃあな、しずこ。キリュウさん。ん？今までありがとう、道。こっちこそありがとう、道。ありがとう、キリュウさん。道夫君。バクラ、真相回転するのか。入れ替わりの激しい街だからな。お、フォーシャイン。俺が昔店の手伝いをした蒼天堀の店と同じ名前だな。確かライバル店の圧力で潰されそうになっていたところを俺が黒服になってサポートしたんだ。ユキ、小雪、
ヨータさん。あれ以来会っていないが、しかし同じ店名とは、もしかして系列店なのか？あの、うちの店に何かご用ですか？ん？まず。あれ？どこかでお会いしたような。人違いでしょう。それでは。何でしょうか。キリュウさんじゃないですか。いつの間にか消えちゃったから、どこかでもたれ死なれたのかと思ってましたよ。もう少しは顔出してくれればいいのに。お久しぶりです。お元気でしたか。ああ、まあなんとか。お前こそ元気だったか、小雪。ここってもしかしてあのフォーシャインか。そうなんですよ。あの大阪ナンバーワンキャバクラフォーシャインが満を持して関東上陸。もうすぐオープン初日なんですよ。ほう、すごいじゃないか。でどうなんだ、順調なのか。それがなかなかそうもいかなくて。よーよー、関西から来たよそ者さん、まだ帰ってなかったの？困るんだよね。よそ者が簡単に店出せると思われちゃうとさ、関西弁のおばさんたちが簡単に足踏み入れていい場所じゃねえの。また来た。誰だこいつは。ライバル店の人です。うちらが神室町で商売始めるのが気に食わないらしくて、おかげで風評被害も広がるし、怖がって女の子も何人か辞めちゃったりして超迷惑してるんです。俺たちも穏便に済ませたいんだけどよ、無理やりオープンしようってんならこっちも無理やりやらねえとダメかも。あっかんべーだ。あんたらなんかの差し続けるくらいなら死んだ方がマシよ。なめやがって。なら俺がカムロ町の流儀どう叩き込む気だ。なんだ、俺はここで雇われていたもんだ。へっ言うねえよさ。いいよ、眠らない町カムロ町の怖さ。かかってきやがる。私の番。めちゃくちゃ強え。さっさと消えろ。この店に手出したら。すみませんでした。すみません、また助けてもらっちゃいましたね。キリュウさんには助けてもらってばかり。そんなことはないさ。邪魔が入りましたけど、せっかくなので中でお茶でも飲んでいってください。なかなか広くていいじゃねえか。ほぼほぼ前にあったお店の居抜きですけどね。いい場所が空いたので思い切って借りちゃったんです。俺が抜けた後フォーシャインはどうなったの。キリュウさんがフォーシャインを蒼天堀ナンバーワンのお店にしてくれた後も15年くらいの間関西の一番であり続けたんですよ。ああ、それはすごいな。だがどうして今のタイミングで関東に進出することになった。もともと関西以外にも店を出そうという話は何度かあったんですが、ユキさんもヨーダさんも欲がない方でも、ヨーダさんとユキさんが経営から引退されることになり、せっかく代替わりするなら何か新しいことに挑戦したいな。なるほど。新オーナーの小雪は
関東進出。関東じゃなくてもいいんですけどね。単純に私は放射院というお店が大好きなので。蒼天堀の店は他のメンバーが盤石で、だったら私は店を預かる人間にしかできない戦いをしたいな。いいじゃねえか、店のことを大事にする。ありがとうございます。でもやっぱり難しいですね。経営キャストとして接客だけしていた頃とは大違い。考えなきゃいけないことも山ほど。こんなことをユキさんやヨーダさんは長年やってきていたんだと思うと、今になって痛感しますよ。私の知らないところでいろんな人たちが。それが分かっているならきっとうまくいくさ。すまないな、忙しいのに邪魔してしまって。いえ全然、というかむしろずっといてほしいくらいですよ。桐生さんが黒服をやってくだされば百人力ですから。おいおい、また働かせる気かよ。勘弁してくれ。冗談ですよ。でも人手が厳しいのは本当なんですよね。さっきの奴らの脅しや圧力のせいで女の子も結構減っちゃいましたし、スタッフも引き抜かれちゃったりして結構自利品なんですよね。時代は変われどその辺は変わらねえんだな。蒼天堀の店の連中にヘルプは頼めねえのか。できなくはないですけど、あっちはあっちで人気店ですからね。初日はもうすぐですから、スケジュール調整とかも難しいし無理かなと思っています。ならユキに頼むのはどうだ。元伝説のキャバ嬢だろう。いやそれができたら最高なんですけどね。今ユキはどうしてるんだ。ユキさんはご自身の夢を叶えるべく新たな挑戦をされています。新たな挑戦。はい、キャバで貯めたお金で飲食店を始められたんです。そっちだから私たちの事情でそんな忙しいユキさんの新たな挑戦を邪魔しちゃいけないなって。軌道に乗ってたとしたら悪いですし、足引っ張りたくないですから。それにいつまでもユキさん頼みじゃいけないですしね。私が頑張らないと。いってってってて。どうした。いや最近ちょっと働きすぎてるせいですかね。ちょっと胃腸の調子がよろしくなくて。あまり無理すんなよ。しかしユキの新しい挑戦か、気になるな。どんな店なんだ。あまり詳しくは教えてくれないんですが、横浜のスナックがいっぱい入ってるビルの一角に開いたみたいな話は聞きました。横浜偉人町か。おそらくスナックが入ってるビルっていうくらいですし、元伝説のキャバ嬢ですから行きたいな。でもなんかせっかく新しい挑戦をしてるんだから。偉人町なら俺が今寝泊まりしている町。おお、ならぜひ顔出してみてくださいよ。桐生さんが来たらきっとユキさん喜びますよ。え、おう。やった、行ったら様子を教えてくださいね。もしうちの心配をしていたらお気になさらず、忙しいご自身の。わかった、伝え。ありがとうございます。よかったらオープン初日には桐生さんも遊びに来てくださいね。時間が合えばな。大変だと思うがあまり無理するなよ。お前は頑張りすぎる嫌いがあるからな。肝に銘じます。会えて本当に嬉しかったです。俺も成長した小雪。はい、
私の番。どうした？恥かく知らないぞ。起き上がれ。痛めつけてやるよ。仕留める。いや、失礼する。行くぜ。やるのかよ。止めかますぜ。さて、必殺シャンパン入りましょう。ここは任せて。さっさと来い。力の差を見せた。惜しかったね。見たかよ、俺の活躍。すかしてんじゃねえ。もう怒られる覚悟はできてんか。やるか。やるか。仕留める。さあ、絶対に処置が必要だ。俺の番。痛めつけてやるよ。結構調子いいかも。かますぜ。必殺。治療する。調子がいいぞ。やめるといいよね。すかした顔して。調子いいぞ。未練は残して勝ち行こうぜ。やるか。どこにいるの？こっちですよ。仕留める。うちに治療する。行くぜ。それでは出発。
頭かち割るぞ。やってやろうぜ。私の番。どこ見てんの。俺の番か。刺激する。かますぜ。ここは任せて。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。